これぞ全卓忍者だ。どうも皆さんこんにちは。明るいソロプレイヤーうぷ主のみーです。今回も楽しくもっと紹介していきますよ。え、今回はマリサたちがいないって？私はここにいるんだぜ。東方界の最強ツッコミ魔女ことマリサだぜ、よろしく。霊夢だと思った。残念、戦闘力2の佐藤でした。うぷ主、君すごいよ。戦闘能力がマイナス3億だって。バカにしてんのか。おいうぷ主、お前も相当人をバカにしてんじゃねえか。え、マリサの声、何か言った？いや何も言ってないんだぜ、偽物を。おいこらバカうぷ主わかるだろ、どう見てもあいつは偽物だ。ちょっと待って落ち着こう。マリサが二人。このバカキツネが。あ、ちょ、優しくお願い。あはは、聞いたわ。で、霊夢のやつはどこ行ったんだ？霊夢ならさっき聞いたよ。この辺にいると思うよ。大変だ、霊夢が。霊夢がどうしたんだ？お前の戦闘能力はうぷ主と同等のマイナス3億だ。村のみんなに精神的ダメージを与えているぞ。何やってんだお前は。実に愉快愉快。見ねえと思ったらあんなことやってたのかよ。私と戦闘能力同じって言われて精神的ダメージを負う方も負う方だよ。ってことで長らくお待たせしました。本編始まります。ほんと茶番長すぎるぜ。それでは今回ご紹介するモッドを発表します。この作に入っている多種多様の匠を見てください。そうです。今回ご紹介するのは。ちょっとうぷ主。私の目には匠なんて映ってないんだけど。ああ、私も見えないぜ。え、ああ、全員いなくなってるー。ちょ、オープニング前はいたのにどうして。綺麗さっぱりいなくなってるぜ。茶番が長すぎて帰ったのよ。うわぁ、せっかく15分くらいかけてセッティングしたのに。しょうがない、一体ずつ紹介していくか。かなりバタバタしておりますが、改めて今回ご紹介するモッドは、クリーパースピーシーズモッドとエレメンタルクリーパーズモッドです。エレメンタルクリーパーズモッドは前に紹介したけど、実はまだ紹介していなかった匠がいるから合わせて紹介していくよ。まずはクリーパーズスピーシーズから紹介していくぜ。ブヒー、僕は豚さんだブー。人に無害な豚さんだブー。可愛い豚さんだブー。静かにしろ、豚汁にするぞ。やめろー。豚汁、豚汁、豚汁。あいつ豚じゃない。何が人に無害な豚よ、有害じゃない。そもそもあいつはスキンを変えただけの匠だろ。私みたいな純粋な人はすぐに騙されちゃうね。うぷ主は純粋じゃなくてただのば。それ以上言ってみんな。マリサの帽子が吹き飛ぶぜ。なんで私の帽子が吹き飛ぶんだよ。この豚。いや、豚組恐ろしいわね。豚組。それではお次の匠をご紹介しましょう。お次は紫色が可愛い。うぷ主。ミステリー。クリーパーです。うぷ主ダメよ、まだ早いわ。せめて春アニメ始まるくらいまで生きてなさい。もうすぐじゃねえか。うぷ主に代わって説明すると、さっきの紫色のやつはミステリークリーパーって言って、通常の匠の爆発半径の2倍の威力の匠なんだぜ。この空中浮遊している虫みたいな匠は何なの？こいつはエンジェルクリーパーって言って、友好的な匠なんだよ。お前もう元気になったのかよ、ギャグ漫画並みの回復力だな。コロコロコミックから出てきました。名前もろ出すなよ。コロコロコミック。全部言った後にかけてもしょうがないだろ。この匠は何？うぷ主ー。一体誰がうぷ主を？お前だよ。嘘でしょ、ほんとだよ。さっきのはネザースタークリーパーって言って、爆発威力が通常の3倍もある強力な匠だよ。お前ほんと復活早いな。うぷ主も復活したことだし、次はエレメンタルクリーパーモッドで紹介してない匠を紹介しよう。はい、それでは前回紹介できなかった3体の匠をご紹介していきます。前回なぜかわからないけど、こいつを出すと強制終了しちまったフレンドリークリーパーだぜ。じゃあ、うぷ主、友達になろうよ。いいの、マジでいいの。いいよ。2万で。友達はお金で買えるもんじゃないんだー。かっけー。一瞬だけかっこよかったぜ。へへ、だろ？あ、くっそダサくなった。さっきのフレンドリークリーパーを飛ばしたのは、この花火クリーパーだぜ。またすごい色合いの匠ね。でも浮き上げると。匠の顔型の花火が浮き上がるんだな。爆弾魔のくせになんだか感動しちゃうね。今でも思い出すあの夏。なんだなんだ。この年になっても後悔が拭いきれないんだ。もしや淡い恋物語。あの日僕に少しの勇気があれば。なんか妙にしんみりくるナレーションだぜ。どうしてお母さんに夏ポテト買ってくれって言えなかったのかって。何の話？あるある、夏限定のお菓子って買い忘れて後悔すること。どうでもいいあるあるだな。こいつはスプリングクリーパー、高く飛んで落下したら爆破するよ。色が可愛いけど威力は強力だから注意だね。じゃあ最後にちょうど9の匠のご紹介だな。ただ紹介しても面白くないから、ある企画を考えました。それがこちら。出たー。
そう、見ての通り TNT クリーパーと最後に紹介する強度級の匠でバトルしてもらいます。なんか嫌な感じはしてたんだけど、やっぱりやるのかよ。ちなみに最後に紹介する匠って、超巨大な匠なんだけどこの TNT にはかなわないでしょ？そこでハンデとして、超巨大匠をなんと4体出すことにするよ。超巨大な匠だって通常の何倍もの威力がある化け物だからな。その超巨大な匠がどれだけ威力があるのか、果たしてこの TNT の爆撃とどっちが威力が高いのか、今回皆さんにはその目でしっかり見ていただきます。それじゃあ早速ドカンとやっちゃいましょ。TNT 匠の周りに超巨大匠を置いていくよ。うわ、でかいな。でも TNT 匠と比べると、TNT が圧倒的にでかいな。超巨大匠を引き立てるはずが、TNT 匠がでかすぎて全然引き立ってない。これは TNT の勝ちなんじゃない？いやいやいや、まだあと3体出すから。通常の匠と比べると超巨大匠がどれだけでかいのかわかるぜ。パパッと周りに並べていきますよ。今回使った TNT は色の関係でそこまで強力なやつじゃないぜ。ただ黒い部分は超強力な TNT だから油断はできないよ。準備完了。これであとは爆破させるだけだね。それでは皆さん準備はいいですか？世紀の大決戦、TNT 匠 VS 超巨大匠。いざ開幕。さあ始まりました、世紀の大決戦。最初に仕掛けたのは超巨大匠の方だ。この勝負一体どうなるんでしょうか？これまたすごい量の TNT が地上に散らばっております。ちょっと待て。これって超巨大匠の爆破の紹介も兼ねてやったろ。うん、TNT の威力が予想以上で超巨大匠がどれだけ威力があるのかわからなかったね。TNT の爆風で吹っ飛んでたよね。もうちょっと TNT 匠を小さく作ればよかったと思っているよ。ちなみに超巨大匠が一体どんな風に爆破するのか別映像で見てもらおうぜ。この超巨大匠は爆破すると、何種類かの匠を生みます。生まれた匠がさらに爆破していくんだよね。ヒーン、今の爆発はなんだ？馬がびっくりしてずっとこの状態じゃねえか。人参でも爆破したのか。こいつはかなり気が動転してるね。ちょっと TNT を爆破させたんだ。もう大丈夫だよ。なんだ、とてつもない。人参が、とんでもない爆発、を起こしたんだね。相当気が動転してんな。ちょっと冷静になるまでほっときましょ。はい、ということで今回はいろいろなクリーパーの紹介をしてきました。今後何かのモッドと掛け合わせていろいろなことに挑戦していきたいね。うんうん、またバトルさせるのも面白いな。今回ご紹介した2つのモッドですが、ぜひ皆さんも一度遊んでみてくださいね。それではまた次回のモッド紹介でお会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。